ハイタナ、本名、ハイタルルデスエッサミーは、キエフ出身のウクライナの歌手、ソングライターであり、ウクライナ人と今後共和国出身の両親を持つ。2012年5月に、アゼルバイジャンのバクで開かれる、ユーロビジョンソングコンテスト2012のウクライナ代表に選出され、BE My Guest を歌う。ハイタナは、ソビエト連邦を、 ウクライナソビエト社会主義共和国のキエフに生まれた後、父親の出身地で彼が運輸事業を営んでいる今後共和国のブラザビルに移住する。ウクライナ版のフィメールマガジンによると、ハイタナの父は今後テレコミュニケーションの職員である。ウクライナ語、英語及びロシア語で歌うが、フランス語及びリンガラ語の知識もある。 彼女の楽曲はすべて自身で作曲しており、多数の音楽祭でウクライナ代表を務めてきた。経済学の学位を有し、また音楽学校でサクソフォーンを学んだ経歴を持つ。卓球のスポーツマスターの候補となっており、その他にフィットネスやサイクリングなどのスポーツもする。2009年のバラク・オバマ大統領就任式で歌った経歴を持つ。 2012年5月にアゼルバイジャンのバクーで開かれるユーロビジョンソングコンテスト2012のウクライナ代表に選出され BE My Guest を歌う。アフリカ系の人物として初めてユーロビジョンソングコンテストのウクライナ代表となった。政党全ウクライナ連合スボボダの幹部がハイトナはウクライナ文化の有機的な代表者ではないと発言し論争を引き起こした。 メディアを再生するがいったな。ありがとうございます。